はい、こんにちは。本日はですね、バックハンドストロークの、グリップをちょっとやってみたいと思います。以前少し左手で押しましょうと、左手メインでいきましょうというお話もしたんですが、この右手と左手ですね、右手と左手を両手の場合は両方で持つんですけど、くっつけるべきか、ちょっと離すべきか、ここを持つべきか、いろいろやられている方いらっしゃると思うんですが、基本的にはまずくっつけるっていうのは悪くはないです。で、くっつけるっていうのは悪くなくて、まずこれで試していただいていいと思います。くっつけても離してもどこを持っても基本的には手のひら感覚になるっていうことが非常に大事です。手のひら感覚になるっていう中でご自分でチョイスすると。この右手、左手くっつける持ち方ですごく力入る方もいらっしゃるんですが、逆にもここがグラグラしてしまって手のひらでグリップを押している感じがないとパカパカ浮いてしまうとここが浮いてしまうという方も、結構いらっしゃいます。なので、まずはこれでやっていただいて OK です。くっつけるでやっていただいて OK なんですが、うまくいかないなと思ったらちょっとだけ離していただいてですね、で離すと結構左手で押す感じが出る方が多いです。これは、以前はあんまり良くないっていうふうに言われてたんですが、私自身は別に全く悪くない、こっちの方が手のひら感覚になるんだったら逆にこの方がいいというふうに思ってます。プロの選手でも、錦織選手とか分かりやすいですけどちょっと離れてる、ような感じがします。で、ちょっと見ていただいてですね、離れてる選手結構いっぱいいますんで、完全にくっつけなくてもいいかなと。テープぐらいですかね、テープぐらい、もうちょっと下ぐらいで握っておくっていうのは一つ悪くないかなと。まずはこれでやっていただいて、でこれでなんか妙にグラグラしたり手のひらとグリップの間が空いてしまってグラグラするという場合は少し離していただいてですね、で打ってあげるっていうのも悪くないかなというふうに思います。あんまり上すぎると、力だけ入って逆にうまくいかないんでちょっとおすすめはしないですが、グリップテープのが見えるぐらい、グリップテープが見えるぐらいだったら悪くないかなというふうに思います。この辺を、バックハンドちょっとうまくいってない方は試してみてください。本日は以上です。ありがとうございます。